ハリウッド、ハリウッド、英語、ハリウッドは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のロサンゼルス市にある、地区、映画産業の中心地、アメリカ映画のことを指して、ハリウッドとも呼ばれる。ハリウッドとは、ヒーラギの森という意味だが、もともとは、一軸果樹園であった。ハリウッドという別荘の名を不動産業者ウィルコックスの、妻が気に入り、その土地の名として名付けられた。 地名に見られるホリルド、ホーリールード、聖十字化などの意味と、音韻が類似する語である。漢字表記の、少林は、ホリー、ヒーラギ、ハリオホーリー、キヨシ、ホーリーと孤独して訳され、それが定着してしまったものである。1903年、当時農村だったハリウッドは市政を施行するが、1910年に、ロサンゼルス市と合併した。20世紀の初めのこの頃、 映画の中心地はニューヨーク、ニュージャージー州フォートリーシカゴであった。特許をめぐる争いが発端となり、当時の大手映画製作者や映画関連機器製造業者、一般製造業者ら含め9社が、それぞれの特許を持ち寄って管理するモーションピクチャーパテンツカンパニーを1908年に設立した。これに参加しない。 映画関連業者にはカンパニーから高額の特許料が請求された。参加が認められなかった中小の制作者らは一斉にこれに反発。特許料を払わずに買えるヨーロッパ製の機器やフィルムを使って撮影を続行した。カンパニー側は探偵を雇って違反者を片端から摘発したため、独立系の制作者はカンパニーの目の届かぬ土地に出かけて映画を制作した。 中でもロサンゼルス一帯は気候も良く映画の撮影には理想的でクリエイターが集まり始めた。また、この地はメキシコに近くカンパニー側の追っ手がやってくることを察知して国境を越えて逃げることができた。カンパニーは1912年に反トラスト法違反であると指摘され、1915年には連邦裁判所で反トラスト法違反であるとされた。 カンパニーは1917年には消滅し、これに前後してカンパニー参加業者らも次々にハリウッドに拠点を移した。当時アメリカ経済の中心だった東海岸は天候が悪かった。当時の映画はフィルム感度の問題から屋外のような明るい場所でしか撮影できなかった。電球などの照明はあったが映画撮影を行うには十分な明るさを確保できなかった。 そのため、映画会社は、日が長く、地中海性気候のため夏にまばゆい太陽が輝く、カリフォルニア州に次々に移った。また、まだ民族差別の激しかった時代の出演者や、クリエイターたちは、羊を偽ることが多かった。当時はまだ東海岸を中心に、ワスプがアメリカの支配層であり、イタリア系やユダヤ系などの真の羊を表に出しては、スターにはなれなかったからである。 最初のハリウッドの映画スタジオは、1911年にネストール社が建てたものである。同じ年に、さらに15のスタジオが建てられた。政治職を出すことに抵抗のないアメリカで、ハリウッドで活躍する俳優たちは、一般的にリベラルであるとされる。一方で、共和党支持の俳優も多く、傾向として演技派の俳優が民主党より、アクション俳優が共和党よりであることが多い。 ハリウッド地区を象徴するサインハリウッドは世界的に有名である。晴れた日には40から50キロメートル離れたところからでも見える。このサインは1923年にハリウッドランドという不動産会社の広告として1文字が高さ14メートル45フィート幅9メートル30フィートもあるハリウッドランドという字に4000個の電球が取り付けられ。 当時の金額で2万千ドルをかけて制作されたものだった。広告の保守、管理が1939年にやめられたため、長年風雨にさらされ、ランドの部分が破損、美観を損ねるため1949年に地元の商工会議所が一般からの寄付を募り、4千ドルを費やし破損した部分を撤去した。やがて残された部分も痛みがひどくなり、 1973年に2万8千ドルの寄付を募ることにより全面回収を計画。1978年にハリウッドサイン基金、ハリウッドサイントラストが設立された。同年ヒューズヘリコプター会社、パシフィックアウトドア広告会社、キース看板会社が共同で元々のサインを解体、同じ場所に鉄骨作りで現在のハリウッドサインを建てた。サインそのものは、 ロサンゼルス市の管理下にあるが、土地は、シカゴを拠点とする地主の私有地である。地主は不動産会社への売却を検討していた。それに対して、保存団体、ザ・プラスタ・フォー・パブリック・ランドが2010年2月に、売却阻止を狙って、買収資金1、250万ドルの募金集めを開始した。募金が目標額に達した場合には、土地を買収した上で、 ロサンゼルス市に移常し、隣接する公園に組み込む予定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。